皆さんこんにちは、さやぐさこころです。りさです。ゆっこです。はい、この度はですね、2人にさやぐさこころのご報告動画に付き合ってもらいます。よろしくお願いします。はい、はい、インスタグラムでもう知ってる方はたくさんいると思うんですが、この度私は結婚いたしました。ニヤニヤニヤ。はい、実は昨年結婚していたんですが、ちょっといつ報告しようかなって言ってる間に日が経ってしまいましてですね、今回このタイミングであったかい春に向けて報告することになりましたので、いいね、なんか春だね。春だね。あったまるあったまるね。うん、はい、まあでもこれをね、機に、結婚機にますますね、仕事もゴルフもね、仕事もゴルフもちょっと違う、仕事もプライベートも充実させていきたいと思ってます。で、相手はね、2人とも知ってると思うんだけど、はい、普通の一般男性、よくゴルフも、はい、愉快な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 ポッポーみたいな、ポッポーみたいな感じですね。愉快なポッポーな感じでございます。皆さん、またそちらの男性は出てくることはないと思いますが、出ないの、私出ないと思う、出ないの、はい、温かく見守ってもらえると嬉しいですに。っていうことでですね、りさちゃんもう先輩じゃないですか、はい、結婚といえば、はい、人妻第一号、第一号なので、なんかありますか、ね、アドバイス的に。どうだろう、でも結婚生活はね、またちょっと違うと思うから、楽しんでほしいなと思います。なんか最初はやっぱ、いろいろ合わないな、みたいなこと結構あったけど、慣れてくると思います、そうだね、慣れだよね。寛大になる、なんかどうでもよくなる。なんかもう、いっかって。なんかイライラしてる自分が、もう、アホくさいってなるから。なるほど、キャパが広がる。いいよって思える。で、今思えば、あの頃はイライラしてたな、みたいな。なんか若かったな、みたいな感じはします。割と最近、最近なんだけど。でも、なんかすぐ変わったのね。この数ヶ月。楽しみ。楽しくしてます。はい。でも楽しい。ね、楽しそう。楽しい。うん。え、本当に楽しい。うん。なんか結婚っていいんだなって思える。あ、本当？うん。ね、りさちゃん見てると思うね。うん。楽しそう。なんかお互いなんかアホしてます。アホ。アホしてる。発音ちゃうね。アホ。アホしてる。アホしてる。アホ。はい。じゃあゆっこはね。どう？予定は？予定は見て。予定は見て。予定は見て。でも願望はある。もちろん。あるし、ね、やっぱ子供、ね、欲しいし、ゴルフさせたいとかあるし。ゴルフさせたいとかある？まあ、ゆくゆくは。でもなんか、趣味程度に。そうそう、趣味程度に。一緒に会われるぐらい。いいかなと。だからそんななんか、一生懸命はやらなくていいよって思ってる。なんか、もしちょっとみんな、子供が生まれたら、子供たちちょっとなんか、やりたいね。同級生がいいね。そうなると、おっと、ベビー。おっと、なるはやで。やべやべ。なるはやでお願いします。やべ。はい。で、まあそんなこんなで、リンゴルフももうね、みんな意外にいい年。はい。女子たちも、なってきたので、まあ新しいね、メンバーとかもこれから増やしていきたいななんて思ってます。はい。どんなメンバーがいたらいいなみたいなのあります？そうだね。なんかキャラが立ってる子がいいなと。そう、でもこのまた違うキャラたちに負けないぐらいのね。なんなんて思って。なんだろうね。なんだろう。ちょっとお笑いチック。お笑いチック。お笑い系？ちょっといい感じにトントンでる系。トントンでる系。関西系？ね、楽しい。ね。なんかこう。ね、新しいまたちょっと世代違いの若い子たちがいて、またキャラがそこであるといいなと思ってますね。ね、まあちょっと詳細などは決まってないんですが、新メンバーも迎え入れてやっていきたいなと思ってます。はい、そんなわけで私の結婚発表の中でゆるい感じの動画で、おめでとう、ありがとう、おめでとう。いや本当になんかインスタグラムに上げた時に、なんかこんなにたくさんなんかおめでとうございますって、ね、なんか不思議になった。え、こんなにおめでとうって私はこうたんですよ、コメントする時に、件数すでに、みたいな、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな。いやなんか
本当にこれでねますます頑張れそうな気もしてますんで、うん、母、はい、甘え母甘えちょいちょい入るからちょい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 中に結構どうして今笑いかな笑いかな母って笑いかないいよいいよ間違えた間違えた笑い方間違えた間違えた、はいはい、じゃあ以上ね、はい、最後の結婚発表動画でしたはいじゃあ皆さんもね幸せになってくださいということで、はい、以上になります、はい、バイバーイ。